平、龍、hey! 太郎は、日本のコントラバス奏者。シュトゥットガルト放送公共楽団コントラバス奏者。10歳より、奥田和夫にてほどきを受ける。1999年、兵庫県立西宮高校音楽科卒業、同年、東京芸術大学入学。2001年、届く、ドイツビュルツブルク音楽大学入学。ダット外国人のための学内コンクールで1位となり、 奨学金を授与される。2005年、同大学ディプロマ試験を最高得点で卒業、同大学院マスターコースに入学。同年ベルリン国立歌劇場オーケストラのアカデミー試験に合格、主席指揮者ダニエル・バレンボーイーム式のもと、オーケストラの一員として、研鑽を積む。2007年、主席指揮者サーロジャーノ・リントンのもと、 ドイツ公共放送局オーケストラの一つ SWR シュトゥットガルト放送公共楽団に入団2009年ビュルツブルグ音楽大学マイスタークラスの修了試験を審査員の満場一致で合格コントラバスマイスターの称号を得る同年デンマークスポアフェスティバルからソリストとして招待を受け現代の作曲家としては最高峰にあるベアートフラー作曲 ソロコントラバスとソプラノのためのロトファゴスを演奏し、観客のみならず作曲家自ら、かつてない最高の演奏と歓喜の賞賛を受ける。2010年、シュトットガルトエクラ現代音楽祭にて、オーストリアのシュタットラー・カルテットと、ビーラント邦版作曲、ソロコントラバスとカルテットのための楽曲を世界初演。現在、シュトットガルト放送公共楽団団員として、 ドイツ国内外でのソロリサイタル、コスガユー、カシモト大臣、ショージサヤカ、ボリスベレゾフスキー、フィリップ・トゥーンドゥル、セバスティアン・マンツなど、世界を代表するソリストの室内学の共演と、精力的に活動している。日本では、マイカ、日本ツアー帰国リサイタルを開催。2010年より、斎藤記念オーケストラのメンバーとして、公演に参加。野光則奥田和夫、 川原康則、長島義夫、南出真一、村上光氏、山本治、マティアス・ビンクラーラに指示。2012年より、上野製薬株式会社より1670年製コントラバスの、名機、ブゼットを対応されているリュタロヘイオフィシャルウェブサイト、コントラバシストヘイ、リュータローオフィシャルサイト。ありがとうございます。